皆さん、こちらをご覧ください。これは空中に浮く映像を撮影しています。どうやって映しているか、今日はそのからくりをご紹介します。まずディスプレイの歴史を振り返ってみましょう。日本でテレビの実験放送が始まったのは1939年です。これから80年の間にディスプレイは機能面、それから形状の面でも大きく進化しました。例えば機能の面ですが、今やスマートフォンではタッチパネルに入力もできます。また音声も聞こえます。さらには指紋のセンサーもあります。こういったふうにもうディスプレイは今や情報の入力、それから出力でも大きな役割を果たしています。次に形状の面です。初期のディスプレイはとても大きく、一人ではとても持てないような大きさでした。それが今や薄く丈夫になり、もう電池を含めても軽く持てるようになっています。では未来のディスプレイの姿はどんなものでしょうか。その一つはこの空中ディスプレイと考えています。ではその空中ディスプレイのからくりをご紹介します。キーデバイスは再起反射シートです。こちらが再起反射シートです。救命胴衣や道路標識などに使われているものでして、多数の細かいレンズあるいはプリズムでできています。これらの構造から光は入ってきた方向を逆向きに戻す、こういった性質があります。この性質を使いまして空中に映像を形成できます。で、実は空中だけではなくて水の中にも映像を映すことができます。それが水中ディスプレイです。我々は今この水中に出した映像に対して魚がどんな反応をするか、これを調べる VR 生物学の研究を生物学者と一緒に進めています。将来はこういった水中の映像の中を泳いで通り抜けられるようになるかもしれません。私は今何もない空中に映像を出す、そういったディスプレイの研究をしています。それには光工学が応用されています。光工学を一緒に学んで新しい科学、それから技術を切り開いていければと思います。